クフナウルゲンチは、旧ウルゲンチとも訳されるトルクメニスタン北東部の都市である。人口は約3万人であり、ウズベキスタンとの国境線に位置する。新ウルゲンチと呼ばれる現在のウルゲンチはウズベキスタンの都市となっている。12世紀にはホラズムシャー朝の首都として機能していた。2005年にユネスコの世界遺産に登録された。かつて、 クフナウルゲンチはアムザリア川沿岸にありシルクロードにおける最大の都市であった。クフナウルゲンチの始まりははっきりとしていないがキークマラの要塞はハカ西マニシュニまで遡る。12世紀から13世紀初頭にかけてがクフナウルゲンチの黄金時代であった。中央アジアでクフナウルゲンチをしのぐ人口を誇った都市はブハラを除いて他になかった。しかし、 1221年、チンギース藩が中央アジアへの進出を開始して人類史に類を見ない大虐殺を展開した。クフナウルゲンチはチンギスによる虐殺の後に復興を見せることとなるが、1370年代にはアムダリア川の流れが北に変わったことにより自然による都市の破壊が始まった。1370年代にはクフナウルゲンチは放棄され、北には新、 ウルゲンチと呼ばれる都市が新たに建設されることとなった。時代はすでにティムール町の時代へと変わっていた。クフナウルゲンチでの最初の考古学の調査が実施されたのは1929年のことであった。現在のクフナウルゲンチの移行は多くが全開あるいは半壊に近い状況である。今日ではクフナウルゲンチの移行の中心は12世紀に 建設された3つの小さな病建築と14世紀に建設されたトゥレベックコの無病である。校舎は1990年代に大部分が修復された。カトラグ・テムル・ミナレットまた、クフナ・ウルゲン地で最も高い建築物は11世紀に建設されたカトラグ・テムル・ミナレットと呼ばれるミナレットである。レンガで建設され、高さは60メートルに及び、 アフガニスタンにあるジャームのミナレットと並んで、ミナレットの高さでは世界一を争う。この円錐状の形をしたミナレットは、クフナウルゲンチにおける病建築でも著名なものは、1172年に死亡したホラズム王、イル・アルスランの病である。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。